いボール回し、向こう側ムボジ、ちょっと当たる感じがあったが、そのままどうするか、ウトが行く、そしてリング下、スリー狙っていく、ここは綺麗に決まりました。ジャンパースリー決めていった。そのジェームスから回していって、中うまく切れ込んでいった。さあスプライル、上方スプライル、中に狙っていく、どうするか、あっとタフショットになって、ここは抑えられました。柳川から、さあその柳川高い位置からバスケットカウントになりました。大谷のファールのようです。ぴったりとマークついていました。後半は画面右から左に攻めるのが白いユニフォームの奈良。ウトが行ってレイアップ、ドライブからのレイアップ決めました。逆にこのままの勢いでいきますと、東京 Z は今日は100点ゲームをするのかというところ、奈良はそう簡単にはさせません。止めに行きます。ムボジが行きました。さあウトが行きます。柳川コーナースリー決まった。スプライルは3ならず。さあ今度は速いボール回し、奈良が一気に前線に運びます。リング下ジャンパー、バスケカウント。リプレイご覧いただきましょう。ただいまのシュートはカウントされバスケットカウント。ここで後ろからここからはターンオーバー、決めたい奈良。ウトが自ら行ってレイアップ。栗原が行く、ドライブしてちょっとここは阻まれた。もう一回外からピックアウトして中に行ったがブロックショットを打ってしまった。少し東京 Z の勢いが止まって奈良が巻き返してきたかという状況になりました。第3クォーターです。バスケットカウントになった。リプレイご覧いただきましょう。ここから行くと見せかけてムボジ、ダブルチームに行きましたが64対49です。ジェームス自ら行ってレイアップ、ここは強さを見せました。東京 Z 80点に乗せてきました。ウィルソン3決まった。